んだ、すごい音だったな。これで終わりだ。インスティチュートは撃破された。やっと終わったんだ。避難命令は確かに出したのか。混乱してて気がつかなかった。ええ、全員に脱出する機会を与えた。よし、そうなんだな。単にあれは爆発を見ていて、とにかくできるだけ多くの人たちが脱出できてるといいな。そうせざるを得なかったのは嫌な気分だが、奴らのせいで他に選択の余地がなかった。これは戦争なんだ。だがインスティチュートに対する戦争は終わった。連邦がついに一つになって未来に向かっていいものを作っていく道がやっと開けたな。だがこれからずっと日の光や虹みたいな素晴らしいことばかりってわけじゃない。インスティチュートが主な脅威じゃなかったの？もちろん脅威だった。ここで今日達成したことを矮小化する気はない。これまで相手にしてきた中でインスティチュートは最も油断ならない脅威だった。やつらは連邦を何世紀も分断し続けたんだ。だがまだ多くの片付けるべき問題が残ってる。ミニッツメンはまだ当分お払い箱にはならないだろう。そう望んでいるだけだが、勝利を味わえるだけのことはした。だがすぐに仕事に戻る時間がやってくる。こちらラジオフリーダム。連邦全域で湧き返っている最近の話題といえば、旧 CIT の跡地で起こった巨大な爆発に尽きる。こちらは確認済みの情報だ。あそこはインスティチュートの隠れ家だった。そしてインスティチュートは崩壊した。繰り返す、インスティチュートは崩壊した。ミニッツメンがついにインスティチュートに戦いを挑んだことを誇りを持って報告する。我々の攻撃部隊がインスティチュートの地下施設に侵入して核融合炉を爆破した。インスティチュートへの攻撃を自ら指揮した将軍にこの場を借りて敬意を表したい。それから連邦全域から攻撃作戦に参加したミニッツメンの志願兵全員にも感謝の言葉を述べたい。彼らの犠牲によってここ数十年で初めて我々はインスティチュートの陰湿な脅威から解放された。このことを忘れてはならない。連邦全域に平和と自由を取り戻すまでまだまだ道は長い。だが今回の出来事が大きな一歩であることは間違いない。それで突然インスティチュートは跡形もなくなった。ミニッツメンに感謝感謝。ミニッツメンがインスティチュートを破壊できるとは思いもしなかった。話は後で、今は手が離せない。エルダーマクソン、話は後にしてくれ。いろいろと考えることがある。もしそれがミニッツメン将軍でなければ、インスティチュートを壊滅し人造人間を解放したもの。唯一残念なのは私たちがその場にいなかったことね。人造人間は無事逃げたの？そう。でも違う。人造人間をインスティチュートの外に出したけど、それだけじゃ不十分よ。憎しみが連邦に根付いている。インスティチュートに関する全ての憎しみよ。人造人間の憎しみ。もし人々が何が起こっているか知ったら、素早く動いてほとんどの人造人間を救った。でも犠牲者は出た。人々にやめるように伝えてくる。自警団で頑固者よ。誰の法律も受け付けない。あなたのもね。今までやってきたことをやるだけよ。秘密でね。私たちの隠れ家が人造人間であふれんばかり。あなたに助けてもらえれば彼らを連邦から逃がせる。もしあなたが助けてくれなくても、レールロードのみんなはあなたに大きな恩を感じているわ。お前が、あら、インスティチュートに目に物を見せてやったな。
になりたい人は連邦中のヘアスタイルが大集合。ミニッツメンが街に来ている。いつの日か俺も参加しようかな。こんにちは将軍。いい知らせをダイヤモンドシティに広めているところです。すみません、ミニッツメンが戻ってきてくれてみんな喜んでいる。いい気分だ。スワッターはここだ。連邦で最高の。これでしばらく兵士には困らなそうだね、将軍。お店は安全装置に守られて。これでしばらく兵士には困らなそうだ入れね、将軍。みんなやるべきことをやったんだ。終わって嬉しいよ。だが君がここにいて嬉しい。俺はこのレーザーライフルをいじっていたんだ。気に入ってもらえるかと思って少し改造しておいた。試運転がてら持って行ってくれ。いつこれを改造したの？結構長い間あれこれいじってたんだ。全然うまくいかなかったんだが突然できたんだよ。だいたいそんな感じだよね。また別の居住地が救助を求めてきた。悪い知らせだ。スーパーミュータントが居住地を襲撃した。奴らのアジトを見つけ出して襲撃を食い止めろ。